はい。はい、皆様、おはようございます。はい、本日もね、え昨日、新月から二日目ということでね。皆様の素敵な笑顔を見ながら、さトレがね、終わりました。ありがとうございました。気持ちよかったです。そうですね。やっぱりね。やるとやらないでは。全然違います。見ると、曲では大違いという人。やっぱり、自分たちが、もう体を動かした、さトレのね。鍛錬の鍛錬をするということでね。 まあ、かなり違います。はい、かなり違うことが分かったんでね、はい、まあこれ、こり続けるといいですね。うん、ということでね、今日のね、ト、え、レ、ー、ショートダラダラネオスサトークということでね、今日のテーマはね、進化ということですね。はい、進化と幸せってことでね、ね、えー。我々ね,こうね、えー、赤ちゃんで生まれてきてね、でこうねえー、お父さんお母さんの愛情のもとですくすくと育っていくわけでございますね。でまあ、赤ちゃんでて可愛いからって、そのまま、えー そのままだったらどうしますか一生は80歳まで <laughs> 赤ちゃんのままだったらなん,な,、ね、なんかね <laughs>、うん、親も大変ですね <laughs>、うん、昔あの番組でねあのアーノルド・ボーやってるのは赤井さんご存知ですかあ黒人のねちっちゃい男の子のかわいいね、うん、なんかホームドラマやってたんですけど、うん で、裏話としては、まあちっちゃくて可愛いんですよ、子供、うん、ね、愛くるしくてね。だから、この成長抑制剤を打ってて、ずっと可愛いままにしてたっていう、<ー>なんかこう、裏話があったそうでね。うん。うんうん まあ、可愛くていいんだよ。ぬぐるみみたいで可愛くていいんだけど、まあ、人とすればやっぱりね、親の心とすれば、どんどんとすくすくと成長してね、<laughs> で首が座ってきて、それでこうよ、よちよち歩くから、張ってから立ってきて、そしそこでやっぱこう、歩き出したら感動しますよね。<laughs> ね、おじいちゃんもおばあちゃんもね、そして周りの人もね、で、すくすくと育ったということでね、まあ、人の成長っていうのはね、やっぱ、周りから見ても、アッピー喜び、幸せを感じるものなんですね。 ということは、まあそういうところをね、えー、例題にしてみますと、我々人間っていうのは、やっぱりこう、進化、成長していくっていうのが、やっぱりこの宇宙の流れというかね、うん、大切なのかなということです。でね、この進化、進化と逆の言葉で、こう、開花ってありますよね。どうもね、地球人というのは長い歴史の中で、まあいろんな事情があって、開花してしまっているって言われてるんですね。 まあ、今、いろいろね、え、こう、話題になってます。縄文の教え。ね、だからあと、何万年前とかね。まあ、その頃は、なんかもう、テレパシーなんかもできたりとか、自然と交流できたりとか、これ、進化したような状態ですね。そこから、え、今の現代人、ね、もう、あの、日々、こう、お仕事ね、生活のためにもう没頭してしまって、まあ、そういうようなことが全然、こう、薄れてしまっている。そうです。これが、まあ、対価ということでね。で、我々はやっぱね、進化した方が、やっぱり幸せにつながるかなと。 ね、進化したらどうなっていくのか、ね。あのね、こう、今、人類のね、宇宙の流れとしまして、地球人は今ね、半嶺半物質化って言って、今まではね、もうか体、肉体意識、肉体のこ欲でこう、生きてきたんですけど、今こ度こうハート側、魂側、精神的なものがぐーっと表に出てきてこう、逆転するんですね。えーこう 内面的と肉体的な物質になる。それで半霊半物質って言っているんですけど、そっちの方向になる。じゃあ、それって何って言ったら、結局、宇宙を作ったような神様ってもう肉体があるわけじゃないんですけど、まあ、結局、地球人から神のような存在にこう進化成長、シフトしていく。まあ、まさしくこれが進化であり、これから地球人がこうね、進んでいく道ということでね。まあ、それは、えー、え、 いつ頃かゴールか分かりませんが、えー、私ともがこう聞いてる話は、ね、2039年とかね、まあ、そのあたりからだん,だんだんそのようになってくるというお話です。で、そうなっていくと何が違うかというとね、見えないものね、ね霊的なとこ見えないところに対してのその感知力が上がったり、えー、イマジネーションが湧き立ててくるわけですね。はい。で、今ね、こう、世間一般で言われてる IT ってありますよね。もう AI なんかすごいですね。うん。で、これ、イマジネーションじゃないわ。えー インフォメーションテクノロジー、情報技術って言いますね。で、まあ、チャット GTP でもそうなんですけど、今あるインターネットの中のあるデータとか情報を合わせてやってるのが今の状態ですね。I、IT ですね。で、我々人間が進化していくってことに対しては何が起きるか。ただイマジネーションテクノロジー。これね、想像なんです。だからね、あの、まだ、 現代のその情報技術では想像するってことがまだできてないですね。今あるものを加工するだけです。で、我々人間の素晴らしいところは、いわゆる神化、ね、神化す進化っていうのは、真の字を進むっていうのをね、神様の神にしてもいいですし、えー、深くするっていうことでも進化ですね。進化、進化、進化、ね、でそうなると、目に見えないものとか離れたもの、でまた時空を超えたもの、過去であるとか、 未来であるとかで、そういうところに意識を向けて、まあ、そのあた,あたりが感知できてくるということですね。それがだんだんとその幅が広がってくるってことが結局進化なんですね。ですから、1を知れば10を知るっていう状態、いわゆる見通しが効いたり、予測が効いたりね、ではたまたこう、えー、現実化を加速させるってことも起きてきます。それが進化です。でそうなることによって、ね、自分も楽しいですし、ね、で自分の周りの関係している、えー 他人といいますかね、前の人もね、やっぱだんこう楽しくなってくるんですね。で、楽しいと何が起きるかって言ったら楽になるんです。仕事も楽に、生きていくことも楽にね。要はね、ストレスが減っていくの。自分も周りの人もストレスが減っていくってことは、ね、あの病気っていうのはやっぱりこうストレスが溜まっていくとね、もう病気になっていきますよね。で、気分もめいってきてね、まあ事故にあったりとか、自ら命を絶ってみたりとかね、そういうことってやっぱありますよね。ですからそういうストレスがね、進化することによってストレスが減っていきます。 でそうすることによって健康になり楽しくなり結局、ね、この仕事も順調になって、ね、お,金のお金もエネルギーなんでねお金のエネルギーも進化してきて巡りが良くなると、まあ、それはイコール幸せになるということなんでね。うん 我々ますますね、こう進化を目指して、進化をね、えー、目指して、楽しく、えー、皆さんがこう幸せになるっていう方向行ってね、でね、えー、人が幸せになっていくと、やっぱり地球も幸せを感じるんですね。で、地球が幸せになると、宇宙全体も幸せ、あ人間を作ってよかったな、地球を作ってよかったなっていうふうにね、うん、ふうになっていくんですね。で、これが大化のほうへずっと進むと、まあ、もう破壊とかね、悪さばっかりしてっていうふうなことになるとね、あまり宇宙も喜ばないんでね。であの 浄化の作用が強くなるということなんでね。だから我々ね、こう、進化ね。で、進化のバロメーターはやっぱね、楽しく、軽く、ね、という、軽くなっていく。気持ちも軽くなって楽しいですよと。そして、もう明るくなっていく。ね、この、ね、このあたりがね、すごくえ進化のバロメーターとしても大事かなということでございます。ですから皆さんね、進化することで幸せになりますよということで、ね、皆さんと一緒にね、どんどんとね、進化を探求していきましょう。 ね、これ、ねはい、安全圏に気持ちが入ったら、ね、進化しないです。冒険、チャレンジも大事なんです。ね、そういうことでね、きょのお話は、えー、進化することはしわしにつながるということでございました人間側の IT と、はい、そして機械側の IT をうまく使いながらですね、両面使って,い,てといいですね。はいはいはい はいえっ、ー、とこれまでのですねあのネオのだ体トークと言いますかこのメッセージですねこちらはインスタグラムの方であのこれまでのやつあの載せておりますのでまたよかったらねあの見に来てくださいよろしくお願いします、はい、では今日も軽く明るく楽しく穏やかに過ごしていきましょうでは皆さんミュート外していただいてもよろしいでしょうかはいアイアイワークやっていきたいと思いますでは行きますよ三はい はい、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  で周りもどんどん進化して幸せになってきますはい、なっていきましょうはい,はい。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございましたありがとうございましたプレーションの方いってらっしゃいませありがとうございました最高でしたいい,よい,いよはいい